前例男性との性エネルギーの交流ってどんな効果的な化粧品より綺麗になるということなんです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は前例の性エネルギーについてお話ししていきたいと思います。皆さん、前例の性エネルギーで前例男性も前例女性も体や性格が変わるということをご存知でしょうか。体の変化といっても性衝動を覚えたり自分の感情が変化することも性エネルギーの働きになるということなんです。ですから今回はそんな前例男性に出会った後、前例女性の変化についてお話ししていきたいと思います。3つのパートに分けてお話ししていきますね。まず1つ目のパートが前例とは、そして2つ目のパートが前例の性エネルギーについて、そして3つ目のパートが前例男性に出会った後の前例女性の変化になります。まず1つ目のパートは前例についてになります。前例とはですね、前例とは自分の魂の塊のことを言うんですね。この世に存在するたった一人の運命の相手になります。この世に生まれた時、一つの魂が二つの魂に分かれるんですね。その分かれたもう片方の魂が前例なんです。ですからこの世でやったらまた一つになると強烈に惹かれ合って愛し合う定めになるわけです。前例同士は再び一つの魂になるために深く関わっていくということなんです。まあ前例同士はお互いに唯一無二の存在ですからね。このような相手が前例になります。そして2つ目のパートいきます。2つ目のパートはツインレイの性エネルギーとは何かになります。ツインレイの性エネルギーとはそれぞれが持つ生命力や活力になるんですね。性エネルギーとは魅力的な人物に対して生物的な欲求を駆り立てられるエネルギーのことなんです。ツインレイ同士が交流を重ねるごとにこの性エネルギーが高まってくるんですね。ツインレイ同士はこの性エネルギーを交流することができるわけです。そしてそんなツインレイ同士の交流が深まり、お互いに性エネルギーが高まってくるとより性欲が強くなるという現象が起こってくるんです。ツインレイ同士はもともと一つの魂から分かれてしまったものなので、お互いに統合を目指していますからね。ですから性エネルギーが強くなればなるほどより性交渉に及ぶということなんです。要は性エネルギーが高まり、同じ時間を共有することで性欲はもちろん、お互いに活力を与え合い魂の絆を深めることが可能なんです。簡単に言うとめちゃくちゃ元気になります。性エネルギーイコール生命力や活力ですからね。要するに前例同士がエネルギーが交流すると活力が増し、性欲が高まり、仕事も意欲的になり、食欲も高まるわけです。ですがどちらかの交流だけでは成り立つことはできません。相互関係が大切になります。また前例の性エネルギーは魂からの結びつきによるものなので、心身ともに癒しを与えられ、精神的なつながりも深まっていくんです。そして前例同士は一緒にいる時だけではなく、離れていても性エネルギーの交流ができるんです。だからエネルギーを受け取った側はより元気になって、さらにそのエネルギーを相手に返す、このような循環が生まれるんですね。このスパイラルによって前例同士はお互いの性エネルギーを何倍にも何十倍にもしていくんです。お互いがお互いにとっての活力剤みたいな存在になるんですね。そして3つ目のパートに行きます。3つ目のパートは前例男性に出会った後の前例女性の変化ですね。前例男性に出会った後、前例女性に起こる変化発生になります。まず1つ目です。1つ目は綺麗になるになります。前例女性が前例男性に会うとまず綺麗になります。女性性が活発化しますからね。前例女性は恋をすると本当に綺麗になるんです。肌が綺麗になったり、髪の毛がツヤツヤになったり、化粧水やシャンプーをかけたわけでもなく肌がポロポロになったりするんですね。そして髪の毛もサラサラになったりするんです。前例男性との性エネルギーの交流ってどんな効果的な化粧品より綺麗になるということなんです。いいですよね。そして2つ目です。2つ目は顔つきが変わるになります。前例女性が前例男性と出会うと顔つきが変わります。顔つきが女性らしくなるんですね。皆さんはいかがでしょうか。皆さんも前例男性と出会って何らかの変化があったという方はコメントください。まあよく変わるのは目だと言われています。優しい目になるんでしょうね。目が変わると印象がとても変わりますからね。そして3つ目です。3つ目はオーラが変わるになります。前例女性が前例男性と出会った時の変化としてはオーラも変化します。オーラが輝いてくるわけです。だから他の男性にも出たりするんですよね。これは前例男性と出会うことで魂が磨かれていくことで起こることなんです。魂のレベルが上がっていくために、それに伴ってオーラも変化していくんですね。それにより女性としてどんどん魅力的になっていくということです。そして4つ目です。4つ目はポジティブになるになります。前例女性が前例男性と出会った直後は前例女性はポジティブになるんです。前向きなことを考えるようになり明るくなっていくということですね。何か嫌なことがあっても前向きな気持ちになれたりするんです。心が広くなった、おおらかになった、動じなくなった、強くなった、このようにも感じます。ですから周囲の人からも愛されたりするようになって体重も上がってくるんです。これはサイレント祈願が始まるまでですけどね。サイレント祈願が始まるとまた変わってきます。
そして5つ目です。5つ目は活発になるになります。人類女性が人類男性と出会うと活発になってきたりするんです。性エネルギーの交流が行われ、力がみなぎるようになるからです。そのため今までインドアだった人が外に出ることが多くなり、積極的に行動するようになるんですね。つまり体力もついたり疲れにくくなったりもします。たとえ疲れたとしても出ればすぐに回復するようになります。本当、性エネルギーの交流っていうのは活力ドリンクみたいなもんですね。そして6つ目です。6つ目はスピリチュアル的な感覚が強くなるになります。スピリチュアル的な感覚が強くなるというのも人類女性に起こる変化になります。相手のエネルギーを感じるようになり、直感が鋭くなったりするんですね。人類男性と出会うことで不思議な感覚が芽生えてくるんです。またいろんなひらめきやアイデアも思いつくことがあり、仕事にもいい影響が出てきたりするんです。そして7つ目です。7つ目は性欲が強くなるになります。ツインレイ男性と出会うと性欲が強くなるのもツインレイ女性に起こる変化になります。ツインレイ同士が出会うと性エネルギーの交流が行われるからなんですね。それにより男女ともお互いに性欲が強くなるんです。それほど性にいいイメージがなく積極的でなかった女性も、ツインレイ男性との性エネルギーの交流が行われていると今までの性交渉とは全く別次元になるんですね。ですから性欲が出てくるんです。ただ出会った当初はそうなんですが、次第にそれは落ち着いてきます。性欲が異常に強くなるのは出会った当初で、ずっと強い状態が続くわけではないということです。そして8つ目です。8つ目は嫉妬心が強くなるになります。ツインレイ女性とツインレイ男性が出会うことで、ツインレイ女性は嫉妬心が強くなってしまうんですね。今までの恋愛であまり嫉妬しなかった女性でも、ツインレイ男性には嫉妬心が芽生えたりするんです。そのためそのような自分に驚き戸惑うこともあると思います。ただそんな嫉妬心はサイレント期間を経験することで克服できるようになります。なので安心してください。以上がツインレイ男性に出会った後のツインレイ女性の変化発生になります。いかがでしょうか。まとめますと、1つ目が綺麗になる、そして2つ目が顔つきが変わる、そして3つ目がオーラが変わる、そして4つ目がポジティブになる、そして5つ目が活発になる、そして6つ目がスピリチュアルな感覚が強くなる、そして7つ目が性欲が強くなる、そして8つ目が嫉妬心が強くなるになります。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談を募集しております。概要欄の方に URL を貼っておきます。またよかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆様の幸せを心よりお祈りしております。